新規バス、新規バス、赤市営業所、新規バス、大久保営業所、新規バス、大久保営業所、新規バス、大久保営業所は、新規バスの営業所の一つ。正式には赤市営業所の出張所という扱いで、大久保出張所である。所属車両に付される略号は、9。赤市交通部の高級車庫を継承し、2006年10月1日に、開設された。 赤石シ大久保町の大久保駅に発着する路線の大多数を担当している。2006年9月末まで大久保駅やその周辺を通る路線は1 4 2の3つの系統しかなかった。しかし、翌10月に赤石シ A バスを運行する赤石交通部から路線を譲り受けたことで受け持つ路線が大幅に増えた。この際、ア石営業所や精神営業所の担当する路線と、 重複しないように、系統番号が再度割り振られた。また、神戸市バスからも路線を譲り受けたことがある。このほか赤石市からコミュニティバスのタコバスの運行も受託している。大久保駅発着の系統番号は、2020年10月現在以下のように分けられている。兵庫県赤石市大久保町高級六丁目11の 一以下に上げる路線のうち、1.12系統以外は、すべて、赤石交通部から譲り受けたものである。なお、2012年3月17日のダイヤ改正で80番台の、系統番号を朝切り、朝霧、明前地区の路線で振り分けた関係で、石ヶ谷方面の路線の系統番号が、変更されている。大久保駅と精神中央駅を結ぶ路線で、神戸市バスから、 系統番号を含めそのまま引き継いだ。当初から大半の便を精神営業所が担当。他に、赤石営業所、大久保市張所、加古川営業所が共同で運行。1999年までは赤石駅始発となる便もあり、赤石営業所が担当する便もあった。かつては、サラサラ電発着の運行系統も存在していた。 サラサラデンベザイ店停留場のスペースが広く取られているのはかつてサラサラデンでの折り返し運行のための展開スペースだった2006年10月1日の高級地区の路線以上により高級6丁目、高級車庫前、高級西口の停留所が新設されたなお、高級6丁目停留場は既存の旧赤石市交通部のバス停をそのまま使用している 大久保駅前再開発前は国道2号線上に乗り場があり、校車場は県道384号線の大久保駅、北交差点の北付近に設けられており、大久保駅までかなりの距離を歩かなければならなかった。2018年4月のダイヤ改正で大久保駅上岩岡間の一部便を加古川営業所が担当するようになったの、共用運用に充当されたこと。加古川営業所が 管内の路線縮小、減便での余剰車両が発生したことが要因。2021年4月のダイヤ改正で、大久保出張所者の精神中央駅乗り入れが微増したが、明石営業所舎は微減した。大久保駅では3番乗り場から、精神中央駅では5番乗り場から発車する。バス停留所名イコール主な経由地現在では、標識版の掲示はなくなり、 通常便と同じように、母山山石家国母園木崎、西明石駅、大久保駅経由や、母山山大久保駅と表示されている。明石市交通部からの譲り受けまでは、高級7丁目を奇襲点としていた。明石市交通部からの譲り受けまでは、高級7丁目を奇襲点としていた。大久保駅では、一番乗り場から発車する。年月日に新設された路線で、 特急、快速線がある。2020年4月より高級4丁目南、竜が、丘中央公園前、大久保インター前の3停留所が新設され、それにより、竜が、丘方面へと、経路変更された。それより前は、甘根号から第二新名道路、阪神高速7号北神戸線経由で、三宮に向かったり、上、岩丘方面経由で、 多摩ツインターから第二新名を経由していた。運賃は、大久保インター前までの各定留所三んのみや、防愛キャンパスが610円。特急線、高級4丁目、西高級4丁目、南高級2丁目、高級東小学校前高級一丁目、高級3丁目、高級5丁目、高岡6丁目、天根号西脇北上流が、岡中央公園前。 大久保インター前阪神三宮東口、ポーアイキャンパス東口ポーアイキャンパス快速線は、大久保インター前までは、道場、途中に、宮下、水谷経由。すべてが特攻車で運行されるが、シートベルト付きの一般路線車が運用代走する場合がある。ありがとうございます。